至宝南野拓実。アジアカップでベトナム戦苦戦の原因の一つに挙げられる。滝のせいで前半停滞して主人公久保が来て滝ができなかったことをしたって言われてて悲しい。滝褒められてると思ったのに。南野のはトップ下いうよりセカンドトップだから、久保がやったプレーと比較するのはそもそもナンセンス。滝が80分かけてやってたことを滝が1分で解決したのは確かなんだ。滝がそこに気づけずに青みたいになったらどうしようってちょっぴり心配する気持ちが湧くぐらい信用してた。2G1A で中盤とトップが間延びだとか空気を滝のせいにされてもな、滝に求めすぎなんだ。1点差の終盤で昨日の滝に代わって締め作業を任せられる竹のポイの中ではかなり信頼度高いんだ。しかも即アシストとして2点差にするという十分な仕事ぶりはさすがなんだ。滝の絶好調状態、ケイトの決定力、糸の安定性、リツの塩漬け力、竹の違いを作る力は信用してる感じだな。糸の違いを作る側で考えてるからジョーカー起用してたんだろうし、相当リードしたりしない限り旗は出れそうにないね。竹って試合に途中から入ると一瞬で結果出すこと多いよな。外から見ながらずっと頭の中でプレイしてて狙い目探してるんだろうな。前は途中出場だと結果欲しくて焦って突進して終わりみたいなプレー多かったんだ。阻止王になったことで心に余裕ができたんだ。てか竹もいい竹もいいじゃダメなんか？なんでどっちかじゃないとダメなのよ。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。